めっちゃ今話題のやつゲットできちゃいました。え、気持ちいい。お試しで1個のつもりがね、すごい気づいたら手に取ってて。こんにちは、くまみきでーす。今日はですね、まあタイトル見たらわかる通りなんですけど、じゃーん。袋がカルディでごめんなさい。3COINSでいろいろお買い物をしたので紹介していきたいと思います。ずっと使ってんね、この袋。だいぶボロボロだわ。はい、3COINS 久々に行ってきました。で、ちょっと大きいものから行こうかなと思うんですけど、まずはこちらでーす。じゃじゃーん。布団収納バッグでーす。ちょっと衣替えの時期だったりとかでね、いろいろ入れ替えたいなぁと思ってまして、まあ布団も入れるかもしんないし、洋服入れるかもしんないしって感じなんですけど、とにかくこういう大きいバッグが欲しいと思って買いました。大きい。はい、こんな感じの不織布のバッグですね。ここだけビニールになっています。マーチがもうこんなにありまして、上が、あら、ファスナー壊れてる。ピンチ。これはピンチだ。ありゃ、これは取り替えてもらおう。ちょっと1個目からちょっとおかしいの出てきちゃった。ファスナーがどうにもこうにもですね。はい。ちょっとこれは取り替えてもらうとして。はい。こういった商品になっております。ダブルファスナーで開け閉め楽々。通気性に優れた不織布が使われていて、でさっきのね、透明の窓があります。でサイズ的にはシングルサイズの掛け布団とか敷布団の収納にぴったりとのことです。他にもいろいろこういう収納用のでっかいバッグみたいなのが 3COINS は充実してますね。あ、なんとかなりました。ダブルファスナーだったんでちょっとなんとか治りました。交換しないで大丈夫そうです。使います。続きまして、これめちゃめちゃ使うの楽しみなんですけど、こちらです。五徳カバー。こちらのイラストのような感じでガスコンロのとこですね、五徳にこれをポンって置いてちょっと物置くのに使えるよっていうやつです。はい、こんな感じになっていて穴も開いてるので使わない時はちょっと引っ掛かけたりして収納できるかな。結構料理するときにね、スペース足りなくてガスコンロの方にも物をボンボン置いたりとかするんですけど、そういうときにねこれポンって置いてちょっとした台になってくれたらすごい便利そうだなと思って買ってみました。お得のとこ試しにねはめてみたんですけど、ちょうどスポッてはまって気持ちよかったです。で、色がこういうちょっとアイボリーっぽいのしか私が見たところなくって、他の色あるのかわかんないんですけど、ちょっとうちのコンロ周りは黒なので黒もあったら嬉しいなぁと思いました。結構厚み重みもあってね、丈夫そうな感じです。でもし今後さ、将来さ、ガスコンロじゃなくて IH とかそういうのになったとしても、ちょっとこう微妙に高さがあるので、例えば下にローラーつけたりして上に植木鉢置くとか、そういう使い方もできそうだなと思います。続きまして、こちらアクセサリースタンドです。これはねお店で300円のと500円のが確かあって、300円の方はピアスだけかな。あ、ウェブ見たらもう在庫なしになってたんですけど、ありました。こういうピアスだけのちょっとちっちゃいやつがあって、それはねお店もなかったんですけど、こっちのピアスもネックレスも引っ掛けられるよってやつはありました。結構最近私ネックレスを買っているので、それをここにバーってかけたら便利かなということで買ってみました。パカって開いてこのまま置く感じ、お店みたいで可愛いよね。ピアスもねこれかなりかけられるので、私みたいにねもうアクセサリー大好きでいっぱい持ってるよ、飾りたいよっていう方にはすごくいいんじゃないかなと思います。ただ怖いのはさ、こういうのちょっと引っ掛けて倒れたらもう一気にバーンっていっちゃうから、それは怖いね。ガサツなんでその辺は心配なのですが、ちょうどこういうアクセサリー周りいろいろ飾ってるのがゴールドで統一してるので、あ、これだったら合いそうと思って購入してみました。あとそう、これめっちゃ今話題のやつゲットできちゃいました。じゃーん、吸水アームバンド。これが洗顔とかするときに手首のところにつけて、こうビチャビチャってるときにね水がこう垂れてくるじゃないですか、それをここで防ぐよっていうアイテムです。両手分ありました。これはなんか白っぽい色だけど、グレーかな、茶色かなみたいな、ちょっとくすんだ感じのカラーもありました。でここにつけて洗顔する
るって感じですね。結構もうこの水垂れがめんどくさくて顔洗うのめんどいなみたいなこと確かに思うんで、これはいいなと思いました。ちょっと今試しに今日みたいな長袖とかだとどうでしょうね。長袖とかと使うときはこうしてここで止める、何がいいんだろう。使ってる方いたらちょっと教えてください。ここでこうするか、あのここまで垂れてきちゃうと気持ち悪いか、それかもうここでこうしといてここで止めるかみたいな。でもやってる間にここが落ちてきたらやだもんね。なかなか迷いどころですが、ちっちゃくてそんなに場所も取らないのでね、洗面所に置いといていいかなと思って購入してみました。もうこれはすごい本当 SNS とかでもよく見るから手に入んないんだろうなって思ってたんですけど、普通にたくさんお店に在庫がありました。店舗によるかもしれないんですけどね、大人気アイテムゲットできて嬉しいです。続きまして、これもね私 SNS で見てすごい気になってたんですけど、こちらです。クリーニングペンっていうね、これはイヤホンとかそういうのを掃除するやつ。じゃじゃん、デザインシンプルでいいですね。これで開けると、おおすごい、なんかもう見たことない感じなんですけど、ここにブラシがあって、先っちょは尖っててっていう、すごい複雑な形してます。でこの尖ってる方でちょっとイヤホンとかイヤホンケースのさ、こういう隙間とかをカリカリしたりとか、あとはスマホのさ、ここの細かい穴を掃除したりとかさ、そう気になってたの、こういうとこ、そういう細かい掃除ができる。あとこのブラシ、ちっちゃいブラシもついてるから、これでこしょこしょこしょってやったりとか、イヤホンだったらこういうところブラシでこしょこしょこしょ、わ気持ちいい、すごいこの細かくはまる感じ気持ちいい、こういうとここしょこしょこしょって掃除したりとかできるよっていうアイテムです。なんかね最近ね掃除したかったの、イヤホン汚いの映したくないからさやんないけど、こういうので細かい掃除できるの嬉しい。なんかキーボードとかにゴミ詰まったみたいな時とかも良さそうです。あ、ブラシ台っていうのもついてんだ。あ、逆側も開きました、見逃すとこだった。ちょっともう一回見せるね。こっちはとんがった先っちょと、のちっちゃいブラシなんだけど、の反対側ドゥドゥー、なんかでっかいブラシ、これはどこに使ったらいいんでしょうか。あ、なるほどね、のイヤホンケースのイヤホンを取って中の掃除、あ気持ちいい、こういうところに入るようになってます。すごいちょうど気持ちよく入る、え気持ちいい、なんか本当に耳かきしてるような気分になります。これちょっと撮影忘れて夢中になっちゃいそうなんでこの辺にしときます、後でじっくりやろう。ちょっとこういうアイテムは私今まで見たことがなかったので、すごいこれ買ってよかったなと思います。今んとここれが今一番お気に入り。そしてまた靴下を買ってしまいました。なんかスリーコインズ行くと靴下見ちゃう最近。はい、今回はちょっとここ長めで、でねこの後ろの方にラインが入ってるんですよね。ここに1本ピーっていうラインが入ってて、これがすごい可愛いなと思って購入しました。なんか今年さ靴下すごいここにデザインがあるやつ流行ってますよね。こういうピーっていうラインが入ってたり、あと刺繍でなんか文字とかロゴとか模様が入ってたりとかっていうのがすごい今年見かけてて、私もずっとこういうタイプの靴下欲しいなって思ってたんですよ。でスリーコインズ行ったらこういうラインがピーっていうタイプと、あと全体はボーダーで、でちょっとここになんか書いてあるよみたいなやつだったかな、そういうのがありました。で悩みに悩んでこれ一足選びました。結構私あのブーツだったりとかマーチンだったり、そういうちょっとこの辺までねがっつりあるよみたいな靴もあって、まあ今からだとそこまでいっぱい履かないかもしれないけど、当たって痛いんですよねすねとか、なんか結構ね普段かここが長い靴下あったら見逃さないようにしてるんですけど、これは割とね長めな感じのを見つけられたかなと思います。続きましてこちらお香ですね。レモングラスの香りのお香が20本入ったセット で、すっごいこれ短いんですよ。燃焼時間約10分って書いてあって短いんだけど、私こんぐらいでいいんだよね。ちょっと嗅ぎたいだけなの、ずーっと香らせたいわけじゃなくて、一瞬自分がリラックスするために嗅ぎたいっていうことが多いので、このぐらいの短さいいじゃんと思って買いました。なんかこういうお菓子みたいですけど、はい、どんな感じだろう。あ、
優しい爽やかな感じの香り。もうなんかすごいさ、お香系売り切れててさ、まあ正直これしかなかったんだよこれか逆にすごい長い系のがあって、長いのじゃないんだよなと思って、はい、こっちにしました。でもうん、当たりな気がします。ちょっとムシムシしてね、だんだん汗ばむ季節になってきたんで、こういう爽やかなの欲してた。続きましてアクセサリーをね、ちょっといろいろ買ってみたんですけど、まずはこれイヤーカフです。セット系嬉しいよね。すごいイヤーカフ充実してました。ちょっとつけてみよう。結構存在感がある大きい感じなんですけど、はい、こういうのと、あともう一個ちょっとなくしそうなちっちゃい系です。あ、どっちも軽くていいですね。つけてること忘れそう。はい、まずこういうイヤーカフと、あと私ね、初めて買ったんですけど、ヘアホック、ちょっといろいろ買ったんだけど、まずこれ、はい、こういう風になってます。で、これの裏側がこういう風にピーンってなってて、髪の毛結んだゴムのところにこれを引っ掛けるっていうやつなんですけど、最近ちょっと髪の毛伸びてきて、こう結べるようになったんですよ。暑いからさ、もうここでピッて結んじゃうんですけど、ただ結ぶとなんか泡臭くなっちゃうっていうかうんと思って、ちょっと飾りが欲しいなって思ってたんですけど、このちょこっとにさ、例えばすごいなんか飾りのついたゴムとかだと、ちょっと何バランスがあんまりだなと思ってて、で飾りがちっちゃめのゴムとかないかなって思ってたんですけど、ちょうどいいのがなくってね。そしたらこのヘアホックっていうのが、フックホックすごいなんかたくさん出てたんですよ。このちょい結びにはね、すごいこんぐらいちっちゃいのがいいんじゃないかなと思って、初チャレンジなのにいろいろ買っちゃった。1個はこういうゴールド系で、あとこういうシルバー、あ、これあれなんだ、2個セットだと思ったら違いました。そういうやつね、2個セットでお得じゃんと思いきや、こういう2つがくっついてデザインでした。これね、なんかゴールドバージョンみたいな感じのもあって迷ったんですけど、こっちがゴールドだったんでね、これはシルバーにしました。シルバーとクリアなんで、すごい夏使うのに良さそうだなって思って選びました。で、ちょっとスイッチ入っちゃって代わり種も欲しいなということで、これはね150円だったんですけど、なんか雲に1本ラインが入ったよみたいな感じのデザインです。ちょっと今日は優しい雰囲気出したいなって時にね、これつけたらいいかなと思って選びました。裏、はい、こんな感じです。お試しで1個のつもりがね、すごい気づいたら手に取ってて、でも絞りに絞ってこの3つにしたんですけど、絞れてないか。ちょっといい感じだったらこの辺も増やしていこうかなと思います。で、あとは食べ物を買ったんですよね。店舗によってはね、3COINS 食べ物置いてるとこあって、まずはこちらです。ご飯もんっていうシリーズなのかな、だしにこだわったお茶漬けっていうのがあって、私は焼きエビを選びました。エビ大好き。最近ちょっとお茶漬けをねよく食べるので買ってみたんですけど、あ、ちょっと唐辛子入ってる、今気づいた。具材は焼きエビに唐辛子を効かせ甘辛く仕上げましたってあるんで、ちょっと辛いのダメなんで心配なんですけど、中どんな感じなんだろう。あ、イヤカフ落ちた、早速落ちてきた、ちっちゃい方。はい、中見てみたいと思います。あ、すごい豪華、なんか高いなって思ったの、これ300円かと思って。でも一食分しか入ってないんだなーと思ったら、めちゃくちゃ豪華な感じでした。すごいちゃんとエビだ。で、具材と、これがおそらくだしつゆですね。こんな豪華なんだ。なんかもっとチャッチー感じかなと思ってたんですけど、めちゃめちゃしっかりしてました。逆にこんなしっかりしたお茶漬け食べたことないんで楽しみ。あ、茶漬けとしてもいけるし、炊き込みご飯としてもいけるみたい。お米1合分とこれと水調整して、それもいいな。独り占めだったらお茶漬けだし、ちょっと分け合うよっていう優しい心があったら炊き込みご飯としていただきたいと思います。そして最後、またエビなんですけど、これはねエビせんがなんかいろいろあって、それのカマンベール&アボカド味っていうのを買いました。確か味が3種類お店にあったかな。エビ明太、エビチーズ明太みたいなのと、これともう一個あったんですけど、アボカド味のせんべいって食べたことないなと思ってこちらを選びました。1個食べてみたいと思います。ちなみに中身は8枚入っています。あ、結構カマンベールチーズの匂いが強い。はい、こんな感じのおせんべいです。いただきます。
うん。あ、うま。これはね、お茶とせんべいだねっていうよりは、どちらかというと酒のつまみ系な感じ。アボカドを練り込んだエビせんべいに、黒胡椒入りカマンベールチーズを合わせました。黒胡椒がね、おつまみ感を出してるね。アボカドもエビも、まあ、ほんのり感じるっていう感じなんですけど、カマンベールチーズの存在感が強めです。薄くて食べやすくて美味しい。ちょっと他の味も買ってみたくなりました。私の中ではこの想像つかないやつを今回はチャレンジで買いました。はい、というわけで今回は3COINS でいろいろお買い物をしました。で、まあ途中で第1位だわと思った、このお掃除するやつ、なんだっけ名前。クリーニングペン。これがちょっと今回一番の大興奮アイテムです。すごい細かい掃除とかするの好きっていう方はぜひぜひ、これ使ってみてください。私はちょっとハマりそうなので、他にもなんかマウスの隙間とかいろいろこれでお掃除したいなと思ってます。ぜひお店でもネットでも見てみてください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。それでは最後に今日のリップとお洋服紹介します。お洋服はこちらはミスティックで、リップが B アイドルのツヤプルリップ R4 番の愛されピンクでした。最後までご覧いただいた皆さんありがとうございました。なんか3COINS のおすすめとかあったらコメントで教えてください。バイバイ。